英語学習の時間がやってまいりました。How d ブバリ皆さんいかがお過ごしでしょうか最新の時事ニュースを使いながら英語力とそして情報力もアップしていきましょう。NHK ワールドニュースを使っていきたいと思います。成長しない日本経済どうすりゃいいんだと叫びたくなりそうですけれども GDP 速報値が発表されてなんと年率換算で成長率がプラスではなくてマイナス2.0%の予測が 2024年度第1クォーターですね。3月まで出てしまったというこのニュースを使いながら、英語力、そして今、日本日本で日本経済がどうなっているのか、情報力もアップしていきましょう。まず、英語字幕ありでこのニュースを見て、アウトライン、ニュースの概要を捉えていきましょう。次に、しっかりと NHK ワールドキャスターの上手な英語を手本にしながら、私たちも英語を声に出して、日本人が苦手と言われているスピーキング力、 英語を話す練習をしながらどんどん伸ばして難しい単語表現を確認していきましょうニュースの詳細の意味は Google 自動翻訳の日本語訳も参考にしながらしっかりと見て情報力も上げていきたいと思います3番目は総復習ということで字幕なし英語のリスニングと NHK ワールドニュースの映像のみでしっかりと学んだ単語表現ニュースの内容を聞き取れるのかどうかチェック していきましょう学習の際、5W1H 意識するといいと思います。5W1H というのは、When, where, who, what, why, how? ですね。いつどこで、誰が何を、なぜ、どのようにというこの辺のクエスチョンの答え探しながら見ていくと集中力も高まっていいと思います。a 研究 i n q v e いいなと思ったらチャンネル登録や高評価、コメントなんかもぜひよろしくお願いいたします。一緒に英語力、上力、どんどん上げていきましょう。では、Let's get it started! それでは左側の n h k ワールドニュース右側の英語字幕ありで見ていきましょう。字幕読まれているところこのようにカーソル合わせていきますので必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取りチャレンジしてみようという方は左の n h k ワールドニュースだけ集中して見ていきましょう。それでは、Let's try to understand the outline of this NHKWORDNEWS with English subtitles.Let's try it. Japan's yeah. latest GDP figures show the economy shrunk for the first time in two quarters in the January to March period, weighed down by sluggish consumer spending. The Cabinet Office released preliminary data for the first quarter of this year on Thursday. It shows gross domestic product decreased by an annualized 2% in real terms in the three months compared with the previous quarter. Personal consumption, which accounts for more than half of Japan's GDP, fell 0.7%. Disruptions in Japan's auto industry dragged down the overall figure. Some carmakers suspended production and shipments after failing to meet government safety standards. さあどうでしょうか、字幕ありで見ましたけれども、アウトライン、ですね概要、聞き取れましたでしょうか、まあ、プレリミナリー、速報値ですけれども、日本の GDP、ですね年率でなんとプラスではなくて、マイナス成長になってしまうというデータが出てきたということで、まあ、頭の痛い、暗いニュースですけれども、しっかりこれを使って、今、日本経済で起きていること、ですねしっかりと英語を学びながら、情報力も上げていきましょう。 では次は今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語を思い出しながらお手本にして私たちもしっかりと英語字幕を声に出して話していきましょうスピーキング力アップやはり話す練習練習するしか、まあ、何事もそうですけれども伸びる、えー、成長はありませんのでしっかりと英語を話す練習をしながら難しい単語表現ニュースの詳細日本語字幕も使いながら見ていきたいと思います では、左側に英語、右側に日本語訳出ていますので、これを使いながら行きましょう。では、まず、この左側の英語ですね、一緒に声が出せる視聴者の方も、えー、は一緒に英語を話して、スピーキングを上げながら内容を見ていきましょう。さあでは、ここをおのぐいきたいと思います。Japan's latest GDP figures show the economy shrunk for the first time in two quarters in the January to match period, weighed down by sluggish consumer spending. 日本の最新の GDP 統計が出て個人消費の低迷が重しとなって 1, が1から3月期経済が四半期ぶりに縮小したということですねマイナス成長になっているということですねえ GDP というのはグロースドメスティックポーダーです、ね・プロダクツ国内総生産、まあ、その国の経済の力を表す指標になっていますけれどもこれがなんとシュランクというのは縮むですね縮んでしまったということです えー、今回のその GDP ですけども、ジャニオ o トゥ・マ c チですね。1月から3月、2024年の1月から3月、年率換算でマイナス成長だ。なぜか、ウェイ down by 何々がおもしとなってですね、ウェイ down by 何がおもしになったか、スラギッシュ・コンスーマスペンディングということで、スラギッシュ、チェックしておきましょう。スラギッシュですけれども。 これですね。s l u g g i s h ですけども、どういう意味かっていうとですね、slow moving or inactive、まあ、元気がないっていうことですね、slow m o i n g 低迷とかですね、こういう意味があります。sluggish に出しておいていきましょう。これですね、sluggish 個人消費に元気がないみんなが節約志向になっているなぜかっていうと給料が伸びないからですよね。さあでは次、ここを音読しながら見ていきましょう。

とということですね私たち一生懸命働いても日本の経済成長どころか、えー、シュランク収縮しているとマイナス成長になっているということで非常に残念ですよね、えー、ではここを単語表現見ていきましょうこのプレリミナリーデータっていうのはですね速報値っていう意味です覚えておきましょうプレリミナリーデータ,データですね、えー、そして GDP gross domestic products ですねで c リ e a s e というのはですね、えー 縮こまるとかですね、えー。減ってしまうっていう意味ですね。デクリース。デクリース。これに出して覚えておきましょう。make or become smaller or fewer in size amount。ということで。まあ数とか大きさ、強さなんかがですね。smaller 小さくなる。減少する。とということですねデクリース。減少低減。減少。r e a s e <re> 覚えておきましょう。しっかりとこに出してデクリース。使われていました。ここですね。デクリース。 アニオライズというのは年率換算で2%ということですね。それでは次見ていきましょう。えー、最後の部分ですね。ではここを音読をしながらスピーキング力アップ単語表現を見ていきたいと思いますので視聴者の方も一緒に英語を楽しく声に出して話していきましょう。パーソナルコンサプション、which accounts for more than half of Japan's GDP fell 0.7% 日本の GDP の半分以上を占める個人消費、元気がない0.7%減少したということですね。GDP の半分以上を占めているのは私たちの消費、個人消費だ。それが減っている。なぜ減っているのか。物価高。 家計に余裕がない、給料も伸びない、お財布の紐が硬くなっているということが一つと、やっぱりですね、根本的に超少子、超高齢化ですね、若者が少ないというのはパワーがないと、物もあんまり買わない、売れないと、こうなってきていると思います。 日本の自動車産業の混乱全体の数字も押し下げたということで、一部の自動車メーカーですね、ダイハツ出ていましたけれども、政府の安全基準を満たさなかったため、生産と出荷を停止したということで、こういうことも日本の成長にマイナスの影響を与えているということです。では、ここでア表現を見ていきましょう。パーソナルコンセンプションというのは個人消費ですね。そしてアカウントフォーというのはですね、占めるという意味ですね、アカウントフォー。 割合なんかを占めるということで、私たちの個人消費が、もうザハーフジャパンズ GDP、日本の GDP の半分以上を占めているということですね。えー、そしてですね、それが0.7%落ち込んだために GDP も伸びなかったということですね。えー、そして、サスペンドというのは停止するんですけれども、サムカーメーカーススペンディプロダクションということで、まあ、不正があってですね、生産を止めてしまったということですね。 何があったかというとです、ね、セーフティースタンダー、ド、政府の安全基準を満たす、そこで不正があった、ダイハツですね、そして生産停止、出荷停止になって、それもマイナスになってしまっているということです。さあ、私たち、日本の経済、日本の暮らし、インフレでつらい、物価が上がっている、給料はそんなに上がらないということで、余裕がないということで、まあ、個人消費もどん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 節約志向になってきてしまっているんではないでしょうか。 さあ、では最後はですね、3番目、字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュースの映像とともに確認して、しっかりと英語のリスニングだけでですね、学習した単語表現、ニュースの内容を聞き取れるのかチェックしていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK ワールドニュース without English subtitles.Let's try to understand every details only listening English with NHK ワールドニュース footage.Let's try. Japan's latest GDP figures show the economy shrunk for the first time in two quarters in the January to March period, weighed down by sluggish consumer spending. The Cabinet Office released preliminary data for the first quarter of this year on Thursday. It shows gross domestic product. Decreased by an annualized 2% in real terms in the three months compared with the previous quarter. Personal consumption, which accounts for more than half of Japan's GDP, fell 0.7%. Disruptions in Japan's auto industry dragged down the overall figure. Some carmakers suspended production and shipments after failing to meet government safety standards. いかがだったでしょうか字幕なしでしっかりと学習して単語表現ニュースの内容を聞き取れましたでしょうか、えー、何度も聞いて自分の耳を英語のスピードアクセント発音リズムに鳴らしながらリスニング力アップそして日本人が苦手と言われているスピーキング力はですね英語を話す練習しなければ、えー、上達しませんのでたくさん日本にいながら音読なんかをして英語を話す練習どん,どん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 していきましょう そして知らなかった単語や知らなかった表現をどんどん覚えて語彙力表現力を上げていきたいと思います。さあ、今回のニュースですね、えー。ファーストクォーター1から3月期、なんと年率換算でマイナス成長になっている。もうマイナスの時点で成長ではありませんけれども、収縮してしまっているというこの日本の経済。えー、真面目に一生懸命働け,れ働けばですね、安泰という世界ではもうなくなってきているし、そういう日本経済でもなくなってきているということではないでしょうか。 やはり世界でですね、えー、日本の企業、日本が登っていく、やはり海外に出ていく、そのためにはどうしても言葉、英語力とかですね、情報力必要になってくると思いますので、一緒に英語力、情報力、どんどん上げていきましょう。いかがだったでしょうか ?AKENQ カチャンネルいいなと思ったら、チャンネル登録や高評価、コメントなんかもよろしくお願いいたします。一緒に英語力をどんどん伸ばしていきましょう。Thank you very much for watching my video to the end. Have a good day. Goodbye.